おはようございます。6月2日土曜日、網走のハリキューマッサージの安心堂です。今日からフィールドタスクフリーザー実装です。その前にオムナイトを進化させてフテラの初ゲットチャレンジをまずします。昨日に引き続き鼻炎気味の安心堂です。オムスター完成。まあ、色違いは全然言いませんね。そしてリワードを受ける。1週間ぶりの博士です。おはようございます。いやーって感じですけど、この前にプテラゲットチャレンジ、もちろん色違いではありません。ま、今日の前座ですね。プテラはとっととボールに入ってください。グレート。僕は最初の1日目がちょっとフィールドタスクやってなかったんで、ずっと1日ずれてたんで、皆さん、フリーザーに最初にするか迷ってたようですけど、サンダーがもう一匹欲しい人はね、昨日のうちにサンダー取った人もいると思いますけど、私はもう選択がなかったんで、最初からフリーザーです。そしてフィールドリサーチ完了で、砂をもらって、ボールももらって、3000点ゲット。そして、お初のフリーザー登場。CP1257。実はこれ 100% 個体値でした。初めてのフリーザーがまさかの 100% 個体値です。でもこれ知らないでやってます。まあ、絶対取れるんで、絶対パイルのみ使ってます。ボールもね、普通のボールでもいいと思うんですけど、よく考えてみたら、まあ 100% 個体値なんでなかなか入りませんというわけなのかとよく分かりませんけどね。一発で入る時もあるんですけど、ちょっとパイルのみもったいなくなってきたんですけど、でもやっぱり飴が欲しいんで、もう絶対逃げないから、上にいようが、カーブ曲がりすぎようが、当てます。出ます。あとでまあ、ネットで見て分かったんですけど、まあ、私、黄色チームなんで、トップレベル、HP がすごい、攻撃もすごい、防御がすごいときて、最後に最高の部類だぜとかって博士に言ってもらうと 100% のようで、これも最近ポケモン仲間の人に教わったんですけど、 100% はね、卵から生まれたダンバルが一匹だけいるだけで、なかなか最後のその最高の部類だぜまでは入ってないやつで、もうほとんど 98% ぐらい近いレッグーザが一匹いるんですけど、まさか伝説で 100% は嬉しいです。まあ、先週ミュウツーの 91% も結構嬉しかったんですけど、よしグレート、もう入ってていいでしょう。もう入らないから、ボールも普通の球にしましたけど、案外入っちゃうんですね。これやりました、鳥全部揃った。これで図鑑に埋まる。来月からは犬シリーズ来てほしい。犬シリーズ以外で持ってないのがグラードンなんですけどね。本当はグラードンの色違いとか実装されてくんないかなと思うんですけど、どうも噂ではレッグーザの黒いやつっていう話だけど、レッグーザ3月に出たばっかりなんでね、まあ何でもいいんですけどね。分かんなくなんないように 100% といつも
最近入れておくんですね。今回もご視聴ありがとうございました。本業は網走のハリキューマッサージの安心堂です。ホームページ安心堂 .com でもたくさんホームページにポケモン GO やポケモン GO 日記とか書いてますんで、よかったら見てください。この動画も貼り付けておきますんで、今日2個目の動画ですね。朝は鳳凰レイド2000未勝のやつを出したんですけど、せっかくフリーザー今日出たんで載せました。ではまた次の動画で。